ユトアステカ語族とは、アメリカ先住民の語族の一つである。アメリカ大陸で最大活つとも明確な、言語集団の一つとされる。ユトアステカ語族は、アメリカ西部にあたる、大盆地地方、すなわち、オレゴン州、アイバホ州、モンタナ州、ユタ州、カリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州から、メキシコ西部及び、中部、南部の一部、すなわち、ソノラ州、 チワワ州、ナヤリット州、ドゥランゴ州、ハリスコ州、ミチュアカン州、ゲレロ州、サン、ルイスポトス州、イダルゴ州、プエブラ州、ベラクルス州、モレーロス州、メキシコ州、さらには中央アメリカの一部に乱すことができる。ユトアステカ語族に共通する類似性は JCE ブッシュマンによって報告されているが、ブッシュマンは アステカ語派と北方の湯とアステカ語の遺伝的なつながりを認識することができなかった。その代わりにアステカと接触して影響を受けた二つの部族の類似性を指摘した。ダニエル・ブリントンが湯とアステカ語族という概念を1891年に作ってアステカの言語がそこに位置づけられるとした。しかしながら、ブリントンのこの考え方は議論の余地が大きかったため、 パウエルが行った1891年の分類では否定された。ユトアステカ語族は1900年代初頭に言語学上の組織的な研究によって概念として確立された。アルフレッド・エル・クローバーは少々に遺書語との関係を明らかにし、エドワード・サピアは パウエルの言うそのラ語族と少々に語族のつながりを文字のないアメリカ先住民の言語に比較言語学の手法を適用する独創的な方法によって証明してみせた。ユトアステカ語族の開発中に関する大部分の問題は学者によって議論が分かれる。6つのグループの存在は広く妥当とされ受け入れられている。他にどのグループにも属さないトゥバトゥラバル語とホピ語がある。 これらのグループをまとめる行為のレベルについては、現在も議論が分かれる。具体的には、そのラゴ派と少々ニーゴ派の二つに分けることが19世紀に初めて提唱されたが、多くの研究者はそれを受け入れなかった。ユトアステカ語族をさらに大きな大語族の中に含めるべきだと提案する言語学者もいる。ベンジャミン・ウォーフによる、ユトアステカ語族をカイオワタの語族に関連づけて、 アステカタの語族とする提案は、かつてある程度の支持を得たことがある。ライル・ギャンベル及び近年の専門家の多くは、この仮説について、可能性はあるが証明がなされていないと考えている。ジョーゼフ・グリーンバーグは、極めて問題の多いアメリンド大ご族中の一、グループとして、ユト・アステカ語族、カイオ・ワタノ語族、オト・マンゲ語族をまとめて、中央アメリンド語派とした。 メリットルーレンは、中央アメリンド5派は、北アメリンド5派と南アメリンド5派、及びその後のいかなる分岐よりも早く分岐したという説を提案した。ユトアステカ語族の源の座とは、一般的にアメリカ南西部、アリゾナ州、ニューメキシコ州、メキシコ北部のどこかであって、最初に南方5派と北方5派に分かれたと考えられてきた。 ヌミクゴ派の源の里はカリフォルニア州のデスバレー付近であり、南方系ユトアステカ語はソノラ州南部やシナロア州北部をはじめとするメキシコ北西部に広がっていったと考えられている。アメリカとメキシコにおけるユトアステカ語族の現存するものと死語となったものの、歴史的な分布メキシコとメソアメリカにおいて現存するユトアステカ語族の分布原ユトアステカ語族は、 IAUO と表される風変わりな子、母音体系を持っていたとされる。ラネカーが5番目の母音に、いいでなく、を再考すべきだと主張し、どのように再考すべきか、長らく論争の種になってきた。N とは、実際には、それぞれ、L と N だったかもしれない。ユトアステカ語族は、1900年代はじめ以来、単一の語族であると考えられており、8つの言語グループに、 解分類されることが一般的に認められている。意見が一致しないのは、どの言語編集が独立した言語であり、どれが方言に過ぎないのか、及び上位の分類である。下に掲げるのは、キャンベル、ミスン、ゴダードの意見の一致に基づく分類である。客中では、最近のゴダード、ミラー、ミスンらの権威ある学者によって提案されている、異なった解釈について述べる。 彼らの間にある違いの中には、北、ユトアステカゴ派及び南、ユトアステカゴ派と呼ばれる、より上位の分類に関するものがある。一部の言語学者は、タキック語、ヌミック語、ホピ語、トゥバトラバル語をまとめて、それを、北、ユトアステカゴ派することを提案した。南、ユトアステカゴ派のうちでは学者によってピーマ語、タラウマラカイタ語、コラウィチョール語をまとめて、そのラ書語とした。 しかしこの分類は広い指示を得られなかった。研究者の多くはその代わりにピーマ語、タラウマラカイタ語、コラウィチョール語、アステカ語に密接な関係があるとみなしている。そしてこの四つの語群を南、ユトアステカ語派とする。この説にも批判がある。カウフマンはコラウィチョール語とアステカ語とはつながりが深いことを認めるが、 縄語とコラウィチョール語のグループが密接な接触と言語電波を持っていた時期があったことによって説明するのが最も妥当であると論じた。研究者の大部分はユトアステカソ語の分岐を方言連続体の全身的な解体の一例として見る必要があると考えている。最近の多くの言語学者は北ユトアステカ語派と南ユトアステカ語派の分岐の有効性を純粋に 発生論的な分岐とは認めていない。彼らは、ユトアステカ語族を七つから九つに独立した五派に分けるか、または南、ユトアステカ語派の存在については認めても、北、ユトアステカ語族については四つの独立した五派に置き換えるべきだと考えている。ホピ語、トゥバトゥラバルゴヌミック語、タキック語、ピーマコ群、タラウマラ、カイタ語群、コラチョールアステカ語群、上記に掲げた。 言語学的に存在が確認されたものの他に、多くのユトアステカ語族に属すると思われる、数十語に及ぶ死語が、ほとんどないし、全く記録されずに存在していた。イコール死語。ありがとうございます。